次写真性能いきますか。じゃあ写真ですか。写真性能、まあ、自分は S なので使ったのが、はいはい、とにかくあの生き物とか追いかけたりするので、うん、連写性能に対してバッファ、うんうん、連写だけじゃダメですよね、うんうん、それがどれだけ続けられるかってことですか。 それがすごく大切ですよね。おじゃあ実際何個前より、じゃあ実際良かったわけですね。良かったです。良かったわけですね。まあ実はあの今回のため秒40コマ切れるんですよ。ローも40コマ、うん、ローで40コマが切れるんですか、うん、日本にはないでしょう、5秒間ぐらいは切れますよ、うんうん、物を追ったりする時の5秒間はもう十分なんですよ、はあはあ、特に野鳥なんかを追うって言ったら、うんうん、2、3秒の勝負なので、うんうん、その間切れちゃうので、ただ切れすぎ、あ、切れすぎ切れすぎ、うん、そんなに使わないやって感じですか。あ、いらないっていうぐらい自分が追う鳥のレベルでは、うん、瞬間的な速さだからものすごい速いんですけど、うんうんうん、それでも余ってしまったぐらいすごい。おそらく近距離から500キロ以上の速度で走るものでも多分余っちゃうと思います。聞いた話なんですけど、はい、先生あの XT3 と22の組み合わせで、はいはい、あの今回の石垣島で撮ってたカムリワシ撮ってらっしゃったじゃないですか、はいはい、で先生は撮ってたんですけど、普通の人が先生のセミナーとか聞いて、あ、撮れるもんだと思って撮ってみたらなかなかうまくいかないっていう話があったって聞いてるんですよね、はい、だから実際性能はあったけど、撮ってみるとやっぱそこから先は腕だよっていうところがあったと思うんですけど、はい、今回はそういう、まあ、先生の技術までない人が撮ったとしても、もうカメラの性能だけでいけちゃうような感じなんでしょうか。あの、まあ、腕というより慣れな、うん、慣れっていうだけなんだけど、うん、ああいうものって、うんうん、で今回はね、実はあの個別の認識の中に鳥認識っていうのがあって、うんうん、あ、鳥認識、鳥の形を認識するってことですか。しかもね、その鳥が飛びながら変化すると、うん、一緒に変化する。だから目の認識も同時にしちゃうんですよ。おうおうおう。だから目は目で枠がね、追尾するの。あの鳥認識、あと飛行機の認識。あ、それも飛行機の形が出るんだ。出る。最近のカメラすごいね。戦闘機飛ぶときは戦闘機っぽくなるし。へぇ、うん、輸送機飛ぶときは輸送機みたいになるしね。とにかくその能力が、でも各メーカー優れてるじゃないですか。うんうんうん、で、その中でも、あの、全然、気を取らないレベルで、あの今回行けるようになったので、うん、画面の中にさえ入れてしまえばパーフェクトではないにしても、うん、不慣れな人でもおそらく、こんなの撮れるのっていうものは今回は撮りやすくなったと思う。そんなに違うの、うん、先生、なんかぶっちゃけ言える範囲でいいんですけど、この動画見てる方も他のカメラの、ね、メーカー使ってて、はい、それで野鳥を撮ってて、でもちろんそのカメラが好きだからあまり悪いことを言ってほしくないっていう人もいると思うんですけど、うん、実際その、まあ、言ってしまえばそのアルファ1とかですよね、うん、そういう今までその、試してきた競合機種と比べていかがでしたか。全てを使い込んできたわけじゃないので、うんうん、最も使ったのが今回富士のカメラなんですけど、うん、他のカメラも使ったことはあるぐらい、はい、評価としては言い切れないんだけど、うんうん、引けは取らない。あ、引き取らない、うん、同等じゃないかってことですか。それ以上の被写体もあると思う。あ、本当ですか。その各認識があるから、はいはい、うんうん、その中ではものすごく強いのもあると思う。あ、値段全然違いますよね。そうですよ、だってね、そこあのね、違いますよね。各メーカーの今最高級機ですよ、はい、対象にしてるね、うんうん、ものが。そうなると値段っていくらですか。みんな高いですよ。まあ100万近くするものもありますよね。ありますよね、うん、AF のすごい機種って多分、まあ、70万とか60万とかするのかなと思うんですけどね。でそれに対して、まあ、100万近いレンズを使ったりするわけですよね。200万近いレンズもありますよね。200万近いレンズもありますよね。でそれを考えると、まあ、富士フィルムのその XH2 のボディに、まあ、150-600なのか200の F2 なのか、つけても価格的にも半分ぐらい済みますよね。もう半分以下で軽量で、うん、まあ、その連射性能とか、うん、AF の追従精度的にも結構来てるって話ですよね、うん、それってすごいことですよね。すごいし、うん、自分が一番こだわりたいのはね、価格なりだよねって言われるカメラって絶対使わないですよ、はあ、やっぱり高くたって、うん、
ちゃんと撮れるカメラじゃなきゃ嫌なわけですよね、うん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 、だから今回のが安いからって使おうだなんてこれっぽっちも思わないですよね。そんなの別に安かろうが高かろうが能力なければ使わないので、やっぱりね決定的瞬間が撮れないカメラは今までずっと使ってきたから分かるけど、うん、イライラするんですよ。ああイライラする、うん、そうですよね。でやめたくなるわけです。分かります、分かります。はい、まあ今回富士のは価格なりじゃなかったなと。それは価格よりも性能がもう抜群に上ってこと。それでじゃあ総じて評価高いんですよね、XH2 は。 2S か。あ、もう、うん、こういうカメラ作れるんだって思った最初から作ってよって感じですよね。なぜ今までこういうカメラ作らないのって思うぐらい感じた。あ、今までどっちかっていうとその正しい表現か分かんないですけど、その趣味思考の高いっていうか、うん、まあ、そうよね、カジュアルなのかファッションなのか分かんないですけど、うん、やっぱ持ってて楽しさっていうのが味わえるカメラっていうのが結構多かったですね。だから例えば GFX はプロ用としての扱いがあるんですよ、うん、もちろ ん、うんうんうん、ね、他社でも勝てないぐらいのスペック持ってるしいいんですけど、他の富士のカメラはメインじゃないでしょって言われますからね、うんうんうん、必ずサブでいいんじゃないの持ってればとかっていう扱いだったので、はいはい、うんうん、やっぱりそういう意味で言えば今回はちょっと違うんじゃないって。もうそれがメインでいけちゃう。いけちゃう。あの今回石垣島で撮ったカムリバシって今までも何度か撮られてらっしゃるじゃないですか、うんうん、で撮ってるたんびにその使ってるカメラって違うと思うんですね、はい、いろいろ使ってますで、ですよね、うん、でそのこう今までの経験を踏まえて、うん、XH2S で撮った時のまあ感想っていうか、やっぱ撮りやすくなった感じですか。こんだけ軽くて小さいカメラで、うん、つまりハンドリングが最高に良くて生産性が上げられたカメラっていうんだったら初ですよね。初。あ、そのぐらいいいんだ。あのキヤノン使おうがニコン使おうがソニー使おうが、うんうんうん、白いレンズつけてね、はいはい、黒いレンズつけてで、それ OK なんですけどうん、うん、自分と一緒には歩けないんですよ。そうですよね、うん、それ持ち歩かなきゃいけないわけですからね、うん、え、じゃあめっちゃ評価高いじゃないですか。びっくりした。あんまり先生そういうこと言わないですよね。だってね、結構どっちかというと文句とかゴミとかクズとか言うことの方が多いじゃないですか、うん、珍しいですよね、先生がそこまで言うのって、うん、ここまで生産性上がったカメラってなかったのでね。まあしかもなんか動画も写真もってなるとやっぱどっちかなんかちょっといまいちだったりするところあるじゃないですか、うん、そういうのもないわけですよね、うん、あのもちろんほら細かい部分ってあるじゃないですか、うんうん、使い勝手の中、あと精度とか、うん、それはまあどのメーカーにもあると同じで、今後ファームでどんどん解決していってもらいたい部分はありましたよ。もちろんそういうのはもちろんあるんですけど、基本的にはないですよね、文句。へえ、うん、で一応気になるあの夜ですか、うん、あ、高感度性能ですね、うん、そう、次それ聞こうと思いましたよ高感度性能、はい、高感度はまあ感覚的な部分も出ちゃうんですけど、うん、でホタルは撮ってみてで、1枚でもちろん1枚ずつ撮っていくわけなので、うんうんうん、まあ後でね合成するにしても何にしても、うんうんうん、1枚ずつ撮る感度もわざと上げたり下げたりいろいろやってみたんですけど、うんうん、自分の感覚的には T4 よりは全然いいですよね。あ、っていう考えでしたね。富士って GFX から変わったのはね、分かるでしょ、うん、分かります、はい、分かりますね。の感覚だいぶ変わりましたよね。あるにしても変わったでしょ、うん、あの感覚をそのまま持ってる。あ、じゃあこうなんかいじりやすい感じですか、ロー現像も。いや、ローはね実は現像できてないです。そうか、アドビさんが対応してるわけないですもんね発売前のカメラだから対応してないので、ね、だから自分すべてこの後の展覧会も、うん、6月の展覧会も含めて、そうだそうだ、はいはい、全部ね、あの JPEG です。あ、 JPEG データを調整かけて、でもちろんカメラ内現像はできるんですけど、うんうん、実はカメラ内現像をしてみたけど気に入らなかった。あ、そうなんですか、うん、TIFF で16ビットで出力しても気に入らなかった、はい、それどの辺が気に入らなかった。 JPEG の方がいい。あ、そうなんだ、え、撮ったままの JPEG の方がよかったんだ。よかった。しかも JPEG 設定ができるでしょ。できますね、はい、できますね。でいろいろ考えて設定しておいて撮ったものが非常に綺麗でしたね。へえ。まず色調整はなかったぐらい。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ本当になんか
簡単な調整しかしてないような写真なんですかね。そういうことなんですよ、うん、でもその JPEG で撮ってもなんかノイズの形って言っていいのかなって、はいはい、分かるじゃないですか、はい、でさっき言ってたその GFX100 か、はいはい、前後で違いますよね、うん、あのノイズの形が違いますよね。でそれもやっぱ JPEG で撮った時に分かると思うんですけど、うん、やっぱその感じがあこれは GFX100 寄りだって感じだったんですね。そうそう扱いやすいじゃないこれもしかしてって思って、それめっちゃ楽しみじゃないですか、うん、完成品が楽しみとは思いますけどローで、ね、撮っておいたものは今後処理ができるようになってからの楽しみはあると思うんだけど、うんうん、はいはい、とりあえず今は JPEG でコントロールがすごくできるので、うんうん、でどうしても状況が良くない露出も間違えたとかね、うんうん、そういうものに対してはJPEG で撮ったものも他のソフトを使ってノイズ外したりとかそういうことはまあ、しなきゃなんない部分はあると思うけど、うん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 、通常だったら十分かなっていう必要ないかなっていう感じですか、ね、自分今回は森の中で、ね、赤ショビなんか暗いところで撮ったりするので感度はだいたい気がつけば常に昼間でも1600以上、うんうんうん、であれ森の中だったらそうですよね、森の中だと常にもう6400以上で、ね、レンズがさっき言ったようにF8 だと、こういう時は不利になるので、うん、常に感度は上げたまま。まあ F8 ってお世辞にも明るいとは言えないですよね。ただ、900mm の焦点距離として見た時の F8 は、まあ上等だよね。まあ F8 って言ってしまえば、そのあんまり冒険してないじゃないですか。うん、だから、そういうパキッとした画質出しやすいはずなんですよね。うん、そういう意味では使いやすいですよね、うん、無駄にそのレンズだけ明るいよりはね、うんうん、ピントもシビアになってくるしいいですよね、まだね、うん、普段じゃちょっとやれないかなと思うところを今回はこのカメラをもうやってしまった、うん、まあ、あまり気にしないでやったっていう感じです。先生だって買うんでしょきっとね買うんでというか、ね、まあ、この二人は買うんでしょきっと、うん、多分ねちょっと荒れないと今後困ってしまう。ああそんな感じ、もう慣れちゃった感じですか。うん、あどっちもいいですよね。だからどっちも欲しいんですけど、どっちか一つどっちかしかダメって、うん、言われたら言われたら、うん、レンズあレンズなんだ、うんうん、あそんなにレンズ良かった150-600、はい、他がない。ボディって別に、うん、じゃあ T4 でちょっと我慢してつけてようかっていうことはあり得るじゃないですか、まあね、T3 でもいいじゃないですか、うん、レンズはない、まあ、ない真似ができないし、望遠だと小さいもの入れるときに入んないでしょ、うん、入んないです、入んないです、画面が、はい、入んないですね。その時ってやっぱりズームは引いとくじゃないですか、うん、入れやすいために、うんうんうん、で引いといたところから一瞬にして分かった瞬間に望遠側に持ってくる、うんうんうん、で AF そのなんていうのかなフットワークがものすごくいいの、うん、外さない。そうですか。単焦点は単焦点で、ね、正義な部分っていうのはいっぱいあるんだけど、うん、単焦点だと逃す時もあるんですよ、うん、この話けどみんな150-600買うんじゃないですか買うんじゃないですか、そんなにいいのってなりますよ。いやでもね珍しいですよ先生ここまで褒めるの。そうだよ、ね、見てる方は分かんないと思いますけど私もそこそこお付き合いさせていただいてますけど、あんまないですよね、うん、あんまないですよね、うん、特に富士フィルム製品に関しては、まあ、今まで使ってた経緯もあってちょっと厳しめに見てません、うん、ちなみに参考までいいんですけど、こういう設定で撮ってましたみたいなのってお伺いしてもいいんですか。 AFC カスタム設定とか。あ AFC のカスタムは上から3番目、うんうん、何て言うんでしたっけ。上から3番目、うん、まず1番目って選手が走ってる姿。あー、うん、出しとくよ、これ画像出しときますよ。あれの3番目のところがすごく向いてるそうです。重要なのは高速に飛んでくるようなものを合わせるんですから、うんうん、やっぱりそこはね何回もテストしたんですよ、うんうん、失敗しながら、うんうん、そしたらやっぱりね問題はゾーン、ゾーン設定、はい、枠出しますよね、うんうんうん、ゾーン設定の中の一体枠をいくつにするか 3×3 怖いですか。裏技なの。裏技というかどこにしていいか分かんないじゃないですか
分かんないですね、まあ、試してみないと分かんないですからね。でそれを試すって言っても、うん、一つ一つ潰していかなきゃ分かんないことじゃないですか、はいはい、そうですね、そうすると面倒くさいからやらないでしょ誰も。やんないですね、うん、ゾーン設定 3×3、 そして AFC で、で、認識は基地で入れる、人間なら瞳の方で、人間やらなければ瞳はオフにして今度個別に他の撮りたいものの認識がいいと入れる、うん、もう基本的には押さなくてもずっと合う。あ、マジで、うん、ああそうなんだ、ずっと合う、うん、だけどあの自分はあくまであの出来上がったファームでテストはしてませんので、はいはい、いろいろな問題を抱えながらもやってき、ね、うんうん、たから最終的な部分っていうのはわからないわけですよね、製品は。だから今ので自分が触った段階でのことになっちゃうんですけど、物が動き出す時とか飛び出した時とか、うん、そういう時っていうのは最初にその部分に合ってさえいれば、うん、あとは離さない、うん、でそれが自分でミスしてちょっとずらしたりしたら離れますから、戻るまでにうまくいけばいいです。うんうんうん、一定のものが走ってるもん、例えば電車、うん、飛行機、こんなこう動いてるんじゃなく、まっすぐとかで走ってるものはすぐに戻ると思う、うんうんうん、ですけどコースから外れるような生き物、鳥とか、これはやっぱり難しい部分はもちろんありますよね、うんうん、そのありますね、うんうん、それ以外のものでしたら多分動いても戻ると思いますよ。今まで戻らなかったですよ、まあ、戻るイメージないですね、うん、各メーカーの一番ね最高級機っていうのはそれが戻っちゃうんですよ、うんうんうん、簡単にっていうかね、離さないんですよ、離さない、はいはい、っていうのが多いんですけど、でもその中でもだいぶ、うん、検討しちゃったな。あ、そうなんだ。T4 と同じバッテリーで、あ、T4 と同じバッテリー、はー、持ちはね、あの下にグリップつけて3本体制やったんですけど、うんうん、それはねもう2日以上持っちゃう。あ、そんなに電池の持ちが良かった。うん、取りっぱなしでも、持ちが良くて、あのつけなくてボディ内に1つだけのバッテリーでも1日で持たなかった日は1回もないですね。そんなにいいの？そんなにいいんですか？こんなにいいのって思った。そうなんだ。バッテリー持つんだと思ったぐらい良かったので評価がこうなっちゃったんですよ。ほう、それ確かに評価高いな。そうなんだ。いや、なんだかんだね、良くてもどこかがかなり悪いなっていうところが、あ、出てきますよね、出てきますよね。だけどね、見つからなかったですね。もう随分褒めるじゃないですか、うん、マジか。結構長く話しましたよね。そうだね、もう今多分2時間近く喋ってると思うんですけど、編集大変なら多分またこう前編後編でやると思うんですけど、でまあそんな感じですね。XH2S とそれから新しい150-600のレンズですかね、うん、について、田中先生に直接お話をお伺いしましたが、皆様いかがでしたでしょうか。とりあえずこう写真展ね、写真展を見てほしいですよね。そうです、ね、写真展をぜひ見ていただいて。 YouTube？、うん、あ、先生の YouTube 公式で、あの出ますので、あ、富士フィルムの、あ、なるほど、うん、それも見てくださいってことですね。あ、じゃあもうもろもろリンク貼っときますから、あの気になる人は、話題の新商品なんて絶対みんな気になるんで、ここからまあぜひ飛んでって、見てみてください。はい、じゃあそんなところですかね。じゃあ先生、なかなかとありがとうございました。はい、それでは、あの最後にしたっけねって言うんですけど、一緒にやってくれます？はい、はい、はい。それでは、皆さん、本日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー、したっけどもー。